いやいやそこは余裕やってみたいな風には思わないようにね。入試情報から勉強法まで受験生に役立つ情報を何でも話していきます。受験トーク、それでは始めていきましょう。マナビズムの川本です。今井です。よろしくお願いします。お願いします。さて本日のテーマなんですけれども、はい、知られざる関西私大五選という風な形で、うん、はい、まあ、おそらくこのチャンネルを見てくれてる子たちは、うん、カンカン同立とか三金交流っていうのはまあ聞いたことあったり知ってるよっていう子も多いと思うんですけれども、うん、はい、そうですね、関西にはもちろんそれだけではない魅力的な大学であったり、まあ、難しい大学っていうのも存在するので、まあ、それをですね5つ紹介していきたいなという風に思います。今日紹介する大学って、はい、主に例えばカンカン同立目指してる子、三金交流目指してる子やったら、いわゆるなんか、うん、平眼校とかさ、そうですね、滑り止めみたいな風に思ってる人いるかもしれへんけど、うん、いやいやいや、いやそうですよね、結構むずいでっていう、舐めてたら危ないっていう、そうやね、だからみんなの中でね、そもそもちょっと前提として、はい、僕はあんま滑り止めっていう言葉あんま好きじゃないんですよ。言う言う、まあこの時期からさ、関西の校だったら主に公募推薦どうしようかなとかさ、うん、一般の時期になったらいわゆる滑り止めどうしようかなみたいな、うん、どうせここはまあ滑り止まるやろみたいに甘い考え持ってる子めっちゃ多いやん、はい、だからね、あの今日挙げる5校は確かに、うん、三冠同立三金交流みたいな大学群の名称みたいなのにくくられていない大学が多いんですけど、うん、されどもうなんか滑り止めもここもう正直いやいやそこは余裕やってみたいな風には思わないようにね、はい、だからそれぐらい今日紹介するのは難関やで、なかなか合格そんのむずいでっていう風に聞いてもらえたらなというふうに思いますね。それじゃあ早速一つ目いきましょう。はい、一つ目はですね、はい、関西外国語大学でございますね、はい、難しいですね。難しいですよ、はい、結局ねカンカン同立で各大学見た時にどこが一番合格最低点が高いか、うん、受かるのが難しいかってなると、やっぱり昔からずっと見てきたらどの大学も国際系がやっぱ難しいですよ ね、うん、ですね、関西大学の外国語とかもそうやし、同社のグローバル系、グローバルコミュニケーションとかグローバル地域文化ってやっぱりその中で見ても高い、うん、ってことはやっぱり国際系を目指す子ってやっぱり賢いっていう風な、うん、だからそうなってるっていう風にも言えると思うんだよね、はい、って考えた時に、じゃあその国際を目指す子たちが併願校にしてくる関西外大って、うん、当然英語の難易度って、うん、三金交流と比べてどうかって言われたら、僕は全然高い部類に入るんじゃないかなというふうには思いますね。しかも科目も絞られてくるじゃないですか、ね、うん、ってなったらやっぱりその得意なフィールドの中で高得点勝負っていうような形にもなってくるので、うん、そうね、舐めてたら余裕でいかれる大学ですね、うん、特に一番やっぱ印象として多いのは公募推薦でいわゆる国際目指す子が外大をこう保持しに行く、はいはい、で外大って確かに公募推薦でこう取る人数が非常に多いから、うん、しかも受験科目が公募推薦だ英語だけっていうのもあって、うん、やっぱねこうみんな得意科目の英語を生かしてっていう風になってくるんやけど、うん、普通に外大の公募の過去も見てくれたら分かるけど、はい、長文の難易度とかは僕は三金交流より上だと思ってます、うん、別にその文法の知識がめちゃくちゃ近代より難しいかとかって言われたら確かにそうでもないけど、うん、長文の難易度だけを比べると僕は外大に分があるんじゃないかなっていう風には思うので、はい、それぐらいの難易度やからしっかりとリスニングの対策、配点一個一個大きいからね、うん、リスニングの対策もしっかりやらないといけないし、英語長文を時間内に正確に早く読むという風な訓練も非常に必要になってくる難関大学じゃないかなという風には思います。で、今さっき川本が言ってさ、はい、科目が減るっていう概念あるやん、はいはい、確かに関西外大って科目が減るんやけど、うん、その勘違いしちゃあかんのは外大の公募を受ける上で英語だけやからって、うん、他の科目のいわゆる勉強量を一気に落とすみたいなのは、特に関西で公募考えてる子はやらない方がいい。選択科目の勉強計画の量を減らしたりとか、極端に急にもう公募で絶対受かっときたいからとかっていうのは、公募あくまで一般のこう道中にあるなんかもうこう途中試験みたいなもんやから、はい、うん、その何て言う、一般の合格率を落としてまでここに時間割くっていうのは僕は勉強計画崩れる、うん、良くない行動じゃないかなっていうふうには思ってるので、そこは注意してほしいなというふうに思います、はい、それでは続いて2つ目はですね、はい、大阪工業大学ですね、大工大です。はい、まあ、はい、理系の子からしたらね、いやいやいや有名やでと、はい、そう、うん、全然その例えば理系とかの子やったらさ、関大の理系より近大の理系選ぶ子もいてるやん、うん、そうですね、例えば、よくあるのやったら建築系とかやったら、うん、関大の建築とかも確かにめっちゃ人気で合格点が理系の中でも非常に高いけど、はい、例えば近大の建築と、あとは三金交流他受けずに大工大の建築とかを受ける子とかもいてるぐらい、
やっぱ大工大は理系の中ではかなり難しい分野に入るかなというふうに思いますね、はい、大工大って理系のイメージありますけど、はい、文系でも受けれるじゃないですか。そうね、うん、一応ね、僕が去年この動画上がってる2023年なんですけど、はい、2022年に担当してた文系の生徒で大工大の知的財産学部を公募推薦で受けて、まあ、そこ確保できた子がいてるんですけど、うん、結構ねオープンキャンパスとか行ってその学部の説明聞いたらパッと見さ、はい、知的財産学部ってさ何するとこかよう分からへんやん。しかもその理系の大学っていう意識が強いから、はい、文系で受けるってあんまないねんけど、学習内容とか聞いたら、ね、うん、非常に興味深くて楽しそうやったから、例えばさこう他の大学でもいろいろ合格部がある中で、うん、自分がほんまに学びたいことっていうのが興味を持てることっていうのが何で、その大学のこの学部はどんなことが学べるんかっていうので勉強の休憩がてら調べるっていうのは、僕はモチベーションアップの一つの要因になるかなっていうふうには思うので、うん、まあ、そんなことをねこう意識しながら学部選びとか大学選びとかをすると非常に選択の幅が広がっていいんじゃないかなというふうには思いますね、うん、それでは続いて3つ目はですね、はい、京都女子大学でございます、はい、どうですか教授の印象は。関西女子大で一番難しいですね。うん、なんかさその生徒女の子の女子生徒から、うん、そのめちゃくちゃこう舐めた発言が出るかって言われたら全然そんなことないんだけど、うんうん、やっぱりなんかこう女子大って例えば近大より受かりやすそう、うんうん、留国より受かりやすそうみたいな、はい、高難よりはみたいな風に思うところもあるかもしれない、はい、確かに例えば女子大の中でも高難女子大学とかってレベルで言ったら、うん、まあいわゆるこう例えば三近交流大一望にしてるこの併願校になるレベルやったりはする、うん、けど特に京都女子とか今日名前は出さないけど同社女子とか、はい、やっぱここ2つは問題の難易度もそうだし、うん、教授なんて結構記述問題も出てくるようなレベルの大学やから、はい、僕はですよこれ他の動画でもね言ったことあるんですけど、はい、合格難易度じゃなくて問題の難易度ね、うんうん、文章の難易度とか説問の難易度は僕三近交流より個人的に上やと思ってます、うん、そうですね、うん、やっぱ記述の対策をしないといけないとかっていう風なところも含めた時に、うん、あとは問題の質が非常に高いから問題の難易度は僕は近大より上、うん、で悪問が非常に少ない、うん、そうね、有料な問題が多い大学っていう風な印象があるかな、うん、だから教授第一望にしてる子がやっぱり留国を例えば併願として考える、うん、まあ大体あんまレベル変わらへん、あんまレベル変わらへんけど、うん、僕は一こう問題難易度は教授の方が上じゃないかなっていう風に思うぐらいのレベルです、うん、だからなんか女子大やからまあまあまあなんかみたいな風に思ってると、はい、他の女子大と同列に見てしまうと教授は非常に合格するのが難しい大学の一つかなという風に思いますね、はい、それでは続いて4個目なんですけれども、はい、仏教大学でございます、うん、まあこれもね仏教大学っておそらくですけどこれ僕も昔からのイメージで、はい、教育系の大学っていうね、うん、まあ別に教育学部だけじゃないんやね、うん、ただ非常に教育系が強い、はい、でやっぱり教育学部って例えば学校の先生になりたいとかっていう風な子って、うん、官官同率で言うんだったら例えば関西学院大学に教育学部があったりとか関西大学の文学部に初等教育があったりとか、うん、あとはもう普通にね同社大学のどの学部に入ってもいわゆる教員免許を取るための授業とかをしっかり受ければ、はい、全然免許って取れるから、うん、その教育学部に進まないと学校の先生になれないわけじゃないんだけどちゃんとそれが教育実習が単位の中のカリキュラムに含まれていたりだとか、うん、そういうのを考えた時に教育学部を選ぼうってなったらやっぱり僕は未だに仏教は結構根強い人気、ね、はい、うん、かなっていう風には思っていて、まあ、結構この間ね昔の動画とかのコメント欄で仏教の教育でこう、はい、教員免許を取りましたみたいな方がコメントをくださってた時があったんですけど、うん、その人のコメント見てもなんかめっちゃ周りの志は高くてやっぱりしっかり先生になるための勉強を頑張る人が非常に多くて、はい、環境としてはめちゃくちゃ良かったみたいな風なコメントは、うん、まあもうその一つのコメントでね仏教大学の教育学部が全てそうっていうのを思うわけではないもののやっぱり実際に通っていた方がそういう風に言うってことは相当環境いいんやろうなっていう風には思うから、ね、うん、だからねぜひね学校の先生とかを志してる人はまだ今選択肢に入れてないっていう風な人もね過去問演習してみて、うん、結構悪問も少ないし非常にオーソドックスな出題内容が多いから解きやすいかなっていう風には思うのでまあ選択肢の一つに入れてもいいんじゃないかなという風には思いますね、うん、はい、それではラスト5つ目なんですけれども、はい、5つ目はですね大和大学でございます、はい、もううちのチャンネルでさ大和の話出したらさ、はい、アンチの人からさ、はい、なんか金もろてんちゃうかとかさ言ってますね、言われるやん、はい、だから個人的には、はい、出したくないなとか思うんですよ、はい、まあ、コメント嫌なコメントまた言われますからね、けど一切もらってません、はい、もう僕の生まれ育った町吹田にある大学っていうところで、はい、気にはなってます、はい、もう
朝日ビール工場の近くのね、だって大和できて、はい、あの周りにめっちゃさ、なんかその商業施設とか用立ってさ、うんうんうん、ラーメン屋もいっぱいできたりさ、町自体がやっぱ変わったなっていう風な印象はあるから、うんうん、まあ生まれ育った町っていうのもあって、なんかね、結構家近所やね、そうあの元実家がね近所にあるから、あの僕個人的にはすごく気になってますけど、はい、別にあの取引とかなんか関係性があるかって言ったら全然ないです、全くないです、ね、でも事実最近やっぱこの関西の次第ってなった時に大和大学さんが結構こう上位に上がってきている、うん、それは偏差値的に見てもそうだし、うん、どこを受けるかっていうのでいろんな大学の候補さんと喋ってる時に、うん、大和大学さんに結構受験者が流れているみたいな話もよく聞くから、うん、それってやっぱ候補がうまい証拠やし、や勢いのある大学の一つじゃないかなっていうふうに思いますよね。やっぱりそのアンチの人にこう嫌われるとは言いつつも、やっぱ出さないわけにはいかない、うん、いかへんよな。だってうちの塾の生徒でも増えたやんですね、はい、公募推薦でどこ受けるってなったらさ、大和がここまで名前が轟く前はさ、うん、やっぱり三金交流とか女子大とかさ、うん、まあはたまた接心追悼とか、うん、みたいなところがさ名前としてよう上がってきてたわけやん、はい、やけどさ最近どこ受けるってなったらやっぱ第一声大和大学とかってやっぱ難しいですかみたいな、例えば政治経済学部って関西次第であんまり聞かない学部があったりだとかさ、うん、教育もあるし看護もあるし、うん、っていう風なところで結構こう人気が出やすかったりとか、しっかり人が集まりやすい学部も新設されていってるっていうところも含めて考えるとすごく強い大学じゃないかなっていう風には思いますよね、うん、で今話してて思ったんですけど、はい、今日5個挙げたやん、関西外大大工大、はい、教助仏教大和って挙げてきましたけど、はい、話しながらね思ってたんが、これもう一個おそらく選択肢に出てくる、みんながなんか受験校を選ぶ上で選択肢に出てくるけど、はい、今日挙げてないところで言ったら大阪経済大学とか出ましたね、うん、はい、一昔前からねすごく就職が強かったりだとか、うん、あの僕のね同期の友達とかも実際に行ってたりとかしてて、はい、いろんな話聞きますけど結構就活のサポートが手厚かったりとか、うん、っていう話はよく聞いてた。で受ける子実際多いやん、うん、ただね大経大はね問題の癖めちゃくちゃ強いんですよ。なんか例えば国語の現代文とかやったら、はい、めっちゃ漢字聞いてくるやんとか、はいはい、これ回答根拠どこにあるんとか、なるほどなるほど、文章長ないとか、うん、結構ね癖強いから、大経大を受ける人は偏差値で見たら三金交流の滑り止めにしたくなるんですよ、うん、偏差値だけ見たら、はい、知名度とかやけど、ちゃんと過去問演習せんかったらなかなか受からないですよ、うん、あの人気やしそもそも、そうですね、うん、しかも受験日程的に結構カンカン同率をかぶってる日程とかもあったりするから、なかなかねこの公募で仕留められているかどうかとかっていうのも非常に重要な部分になってくるので、うん、まあ公募受験の受験公募選択する上で、はい、今日僕らが紹介した5つプラス大経大とかは何でかかったら全然確保できないっていう風になるから、うん、公募の出願戦略に関してはしっかり練ってね、どこを受けたらいいんだろうかとか、そういう話もっと詳しく聞きたいみたいな、うん、今の私の成績ならどこが候補に上がるんだろうかみたいなのがちょっと分からへんわっていう風な人はね、まだ各校舎オンラインコース無料受験相談受け付けてます、はい、受験学年は10月31日までしか受け付けておりませんので、今勉強の悩みがあるとか受験後半期ラストスパートの勉強計画が分からない、公募どうしようみたいな人はね、ぜひぜひ受験相談来てくれたら嬉しいなというふうに思います、はい、以上です。概要欄に URL 貼ってますんで、そこから飛んでもらって申し込むか、学びぞの公式 LINE からでも申し込めるので、うん、そこからお願いします。以上です。それでは今回の動画はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。